両刃だからちょっと行きづらいよね。これがさばくなんだ。何でもできるからですよ。皆さん普通に喋って構わないですよ。大丈夫ですよ、どうぞ。顔は出さないから、ね。大丈夫です。何かご質問とかありますか。シーンとしちゃったよ。どうする。今日夕飯何食うんだ的なこと来るから、ね、結構力入りました。さっきこう3枚に下ろすときに。いや、もうぬるぬるって感じですね。ぬるぬる。まあ新品だからっていうのは。教えてくださいね。ありがとうございます。くっつくな。あ、大丈夫。ちょっとアメリカ人っぽくここまでやっといて、ここからハサミで切るってどうですか。なるほど。ここまでやっといて、ここからこうハサミで。うん、わあわあ便利とか言いながらね、こう何だろう、何なんだこの、このハサミで切られることに、なんかさ、結構屈辱的な、うん、なんか包丁民族としては、うん、ね、もうね、包丁民族最悪の存在。昔懐かしの秋葉原デパート前みたいですよね。やっぱこっちがいいな。ちょっとお刺身どうぞ。プーチンでもそんなに。はい、次は。次はあの新しいフィレナイフです。はい。これ多分ね、グリップが非常にこう特徴的なの。これは大中小ある中で。名前で言うと、コントローラー6インチ、8インチ、10インチとシリーズがあります。しなる、しなるんですけど、これじゃあこいつ1本で。はい、さばいてみようと思います。はい、で、さばく魚は今日は。今日はアジです、ね。アジです。あ、すげえ切れる。怖っ。こうやってくれて。なあ、俺も2週目ぞ、2週目。そこにまた出しておくべきだけど。あ、これ卵持ってるわ。メスですね。今度は醤油バージョン。あ、じゃあまた流していきますか。そうです。いけるかな、これ。切れないで。うわ、生後はちょっと硬いな。よし、これは落とさないでいこう。ちなみに本日初めて二宮さんが、こちらの新製品、ガーバーのコントローラー。一番短い6インチですね。そうですね。そう、そういうでもちょっと使ってみてもらってます。今までの旧モデルよりもブレードがとんがってて厚いですね。これ。しなる柔らかさは？しなるのはこっちちょっと固めですね。うん、少しね。普通のわさびと違うから結構たくさんつけてます。大丈夫大丈夫。大丈夫。あ、でも大丈夫。それ普通の子ないでしょ？まだ子供よ。ここから歯入れられるかですよね、こいつの進化で。怖いなこれ。エイヤーってやればいいけど危ないもんね。したら逆にここからここ入れてこっちで切ったって、それでこういった方がいいですね。ここもいい。すごい鋭いから別に中骨も一気に切っちゃいますね。ブサッ。魚さばこうと思ったんですか。え、だってなんか切れ味デモンストレーションでいいじゃないですか。すごい。主婦層が、主婦層が集まるし。す
げえな今日でもこれはすごいやっぱりね、魚をさばくために生まれたナイフですよ、うん、そう、すごいこれはね、めっちゃさっきとに比べるとこの腹骨の好きがめっちゃやりやすいっていうか、うん、あの透けますよほら。いきなり面白いですよ。うん、ここのこうスパッてこう切れちゃうんで、そこからこう骨すくってやって下に入れて、こう骨の表面をこう削るように滑らせてこういくんですけど、先端が細いとすごいやりやすくて、ちょっと残りましたね。残った部分は手で剥いちゃえるけど、なくなっちゃった。残っちゃったところって取りづらいですよね。よいしょ、めちゃう。いけると思うけどね。よいしょ。まあ皮多少残ってても別に食べても大丈夫なんですけど。自然の恵みです。ちょっと一回洗いましょう。はい、あのさっきの鱗すごいついちゃって。はい、何がですか。あ、時々ね、ガーバーその シリーズごとで色決めてやってたりするんですよ。うん、そうそう、うん、オレンジはだからあのベアグリルスさんとのコラボシリーズだったね。すごいガミで料理する。ママさん、このママさんはもう中骨取れたらいいんですけど、中骨スポスポ抜けるやつって鮮度悪いんですよ。そう、どっちが正解なのか分からない。たぶん、ナイフだからこういう切り方がいいんじゃないかな。ね、こういう切り方の方がなんか理にかなってる気がする。あ、まさか刺身を作ろうと思ってガーバンを作ったわけではないとは思うけど。あ、切れた切れた、大丈夫だ、いけるいける。そうですか、今回はなんか新商品デモで、うん、一応予約は取れるらしいですよ。ちょっと骨残ってますけども、はい、よく噛んでください。はい、おい、どうぞ。ガーバーの新製品、コントローラー6インチでイワシをさばいていただいております。うわ、すごいすごいですね、これは、うん、いいイワシです。6インチの長さはどうですか。あ、でもこのぐらいの小魚サイズだったら、うん、もう全然十分ですね。うんうんうん、で基本的に捌く魚の大きさによって長さ変えるの。そうですね、うん、あのっていうか、うん、あんまでかい魚普段からやらないんだったら一番小さいやつで十分です、ね。あ、なるほどね、これだと、うんうんうん、そんな気がします。アジとかこう、うん、イワシ、うん、程度だったらいきなりいける。鋭いからこう健康にいるってことは、フレナイフの特徴であるしならせるっていう、はい、しならせるための薄さなのかな。そう思いますよ。あ、そうなんだ、ね。基本的に和包丁ってしならないんですよ、うんうん、そうですよね。そう、簡単だった。ここから先ですよね。ここを腹骨を、結構あのイワシはあのあれですけど、用ナイフってここが尖ってるから当たるんですよ、うん、だから結構手前でやる必要はありますよね。よいしょ、座っちゃおう、うん、あ、ちょっとこれは
そんな感じところを大胆にいっちゃった方がいいですね、これ。うん。これは、しっかりしたかな。細かい骨はね、すごい、イワシは出るんで、うん。よくスーパーのお寿司とかでもこうね、皮むいてないやつ多いんですよ。これ。まあ、むいてないで、一応切れ目は入れてるんですけど、正直この皮引いてないやつはね、なんか食感がおかしくて食べて違和感がある。よいしょ。最後に。あ、いい感じに取れますね。腹骨がね。ちょっと洗っちゃいましょう、ね。はい、ということで、ビルを建設して2年、私がやろうとしてたので先に二宮さんにビルの中で料理をするという。あの来週からキッチン山中がしないですか。今日はねちょっと皆さんいるんで洗ったんですけど、家でやるんですか。サソの料理は家でやるんですか。そうですね。本当洗わない方がいいです。洗うとこうやって身が白くなっちゃうんですよね。うまみ抜けちゃうんですね。本当はあの鱗もなるべく取っちゃって、あとぬるぬるとかこうなんか紙とかで取って、まあ、洗わない方が海としてはいいんですけど、あの飲食店とかだと大体こうやってもうめっちゃ洗ってるんで水道水の味ばっかりってことがありますよね。こう骨も引かないで、魚の買い物する皆さんへの注意までもちゃんと優しい行き届いた。骨をこう引きます。あのめんどくさいんで、こう触ると分かるんですけど、こう骨がこう引っかかる向きがあるんですよ。引っかかる、小指滑らすと引っかかるってことは骨が斜めにこう入ってるんですね、うん、ってことはそれをこう切ってやれば骨短くなるんですよ。だから斜めにこう入れてやって、骨はあの本当イメージ的には5ミリぐらいにの長さになっちゃうようにすれば結構もう噛めるんで、うん、で斜めに入れます。なんか皿ありますか。日本のいいですよ、包丁に比べてあの反りがあるんで意外と切れずにこう残っちゃうんですよね。うん、だからそれ気をつけて、まあ、気にしなければいいんですけど。